ちごからのママ、いちこと申します。お願いします。今日はですね、この前ね、お祭りから戻ってきたところから始めたいと思います。でここをね、出ろって言われたので出ます。あ、ぜゆちゃんです。お祭り楽しかったね。待ったわよ。待ち合わせしてないけど、ちょっとあんたに用があって。昨日のあれ誰にも言ってないでしょうね。え、言ってませんよ私。鬼が出たなんて一言も。本当でしょうね。あんた嘘ついてたらドガース丸飲みだかん。絶対やだ、死んじゃうよそんなことしたら。階段で拾ったやつ持ってるでしょ。うちのじいちゃん村の歴史詳しいから、昨日のこといろいろ相談しようよ。お、これでまた信頼度が上がりそう。うちの場所わかるでしょ。早く来てよね。一緒に行かないの。じいちゃんにあれ見せてあげて。はーい、行きます。私さ、全然ポケモン育ててないんだけど大丈夫かな。一回ちょっとね、この付近ばっかり移動しちゃってるから、また進んだらね、ちょっとポケモン育てたりもしたいと思います。じいちゃんにあれ見せてあげて。おじいちゃんにはいいんだ。おじいちゃんどうぞ。おはよう、いちこさん。あ、来てしまった。いちこだ、おはよう。起きてきちゃった。看板最後の一個行く？すぐ、あんたどっか行ってな。いちこは私に用があんの。何それ、ずるい、姉ちゃんばっかり。バカ。なんだって。ふんだ、すぐ喧嘩するやんこの二人。何あれ、すぐのくせに反抗できねえ。こら、ゼイユ、すぐに優しくしなさい。別に優しいでしょ、手出してないもん。手出してないイコール優しいんだ。そんなことより、いちこ、あれ、じいちゃんにあれを見せるのよ。おじいちゃん一緒に写真撮ろう。ふむ、これは。何それ、違う、昨日拾ったあれよ、あれ。ごめんごめん、怒んないで。はい、これね。はい、ちゃんと選んだよ。これはまさか鬼様のお面。これをどこで。私たち会っちゃったの、鬼に。昨日表祭りで優しく声かけたんだけど、そのお面落としちゃってね。まさか今も鬼様が、祭りに来てくださっていたとは。鬼様なんだ。え、そんな話あったっけ。鬼って村を襲う悪いやつでしょ。そうだよね。ゼイユにも伝える時が来たようだな。本当の歴史は逆なんだ。逆？どういうこと？え、本当にどういうこと？鬼様、いや、オーガポン様に会いなさったいちこさんにも聞いてもらおう。我が家で代々語り継がれてきた本当の歴史を、オーガポンって言うんだ、あの子。あ、はい。少し長い話になるがよろしいかな。よろしいですかね、皆さん。長い話だそうです。わしも父から教わった一族だけで口伝えてきた話だ。他の村の者に教えてはならない真実の話。決して口外しちゃいけないよ。なんか前置きが怖いね。うん、わかった。ジェイユちゃん口固そうだよね。私にも守ってって言ってたし。遥か昔、北上の里に異国の地より男と鬼が迷い込んできた。
すごい本当に昔話みたい。村の人々は自分たちとは違う彼らの姿を恐れ、男と鬼を自分たちの村に近づけさせないようにしたそうだ。男と鬼は村人たちに歓迎されず悲しんだが、お互いがいれば幸せだったので裏山の洞窟でつつましく暮らし始めた。ただ一人彼らを不憫に思った村のお面職人は、男と鬼のためいくつもお面を作ってあげた。優しい。男が異国より持ち込んだ宝石をあしらった光り輝く見事なお面。お面をかぶれば素顔を隠し村人と仲良くできる。男と鬼はお面職人の優しさに大層喜び感謝したそうだ。それからお面をかぶった男と鬼は村の祭りにこっそり来るようになった。不思議な二人組のお面の見事さはたちまち評判になり、その噂はあっという間に遠くの国々まで知れ渡った。世にも珍しい輝くお面の噂を聞きつけたのであろうか。数匹の欲深いポケモンが北上の里にやってきた。逆じゃん本当に。ポケモンたちは男と鬼の住処へと忍び込み、大事にしまわれていたお面を奪い取ろうとした。偶然居合わせた男がなんとか一つだけお面を守りきったが、力及ばず残り3つのお面はポケモンたちに奪われてしまった。かわいそう。数刻後、鬼が洞窟へと戻ると、そこには争った跡と緑のお面だけがあった。鬼は男を探すためだろうか、緑のお面をかぶって村に降りた。そして輝くお面を掲げて喜んでいるポケモンたちをやっつけた。事情を知らない村人たちは何が起こったか分からず、ただただ怒り狂う鬼を見てその姿をとても恐れた。村人たちは3匹のポケモンたちが鬼から村を守ってくれたと考え、親しみを込めて彼らをトモッコと呼び、丁寧に埋葬した。やっぱ猿犬キジだね。傷つき悲しみに暮れた鬼は一人裏山の洞窟へと帰っていった。何それ、オーガポンかわいそう、トモッコ最悪素直っていうか、なんかね、優しいからすぐ受け入れちゃう。伝わってる話と逆じゃん。出るとか出てやるわ。こら待ちなさい、口外したらダメって言うとろうに。だって村の者は自分たちの歴史を信じておる。トモッコ様を大事に思ってるのに突然それを嘘呼ばわりされたらムカつく？そうだ。当時わしらのご先祖様、お面職人も必死に真実を訴えたが、相手にされず、異端者だと迫害されたそうだ。いよいよ登坂に来るわね。登坂？だからご先祖様は子孫をわしらを守るため口をつぐみ、秘密裏に真実を伝えていくことにしたのだ。なるほどね。もしかしてこの話すぐは知ってるの？いいや、すぐりにはまだ教えていないがどうしてだい？いや、あいつの鬼好き異様だし、たまにあいつオーガポンのこと知った風な顔でマウント取ってくるからさ、よくわからんが、あの子は繊細な子だから何かを察していてもおかしくない。すぐりにもいずれわしから叱るべき時にきちんと話す。今の話はくれぐれも誰にも言ってはいけないよ。はーい。もっと言えなくなっちゃった。
さっきのお面だが、額の宝石部分が少し欠けていたようだ。もしかしたら直せるかもしれん。しばらく足に預けてもらえんか。階段から落ちた時に欠けちゃったのかな。せっかくだから綺麗にしてオガポンに返してあげようよ。お願いします。大切に扱うからね。いいやつやん。あ、聞いちゃってました、すぐりくん。でもすぐりくんね、鬼好きって言ってたから嬉しいよね。嬉しいはず。もう一回オーガポンに会いたいけど、お面治るまでひとまず待ちね。すぐに怪しまれないよう、今日はおとなしくオリエンテーリングしとこっか。もうね、聞かれちゃったけど、すぐは村のどっかで暇でも潰してんじゃない？でも隠されてたことはちょっとショック受けてるかもしんないね。すぐりと合流しよう。じゃあ会いに行きまーす。さっきね、ここにいたもんね。すごいね、行ったり来たりしてる気がする、同じところ。はい、いました。はい。いちこ、さっき姉ちゃんとどんな話してたの？いろいろ聞かれてたよね、絶対。そうなんだ。なんか嫌われてない？嫌われちゃった？最後のちょっと遠くて、鬼が山を越えたラクドの荒れ地にあるんだ。山から北西に降りる。じゃあ行こっか。嫌いにならないでね。なんで？嘘つき。もう言っちゃダメ。かわいそうなんだけど。嘘つきとか思われたくない。せっかくさ、優しくしてくれてたのに。じゃあ一旦看板をね、行くね、看板。遠いんだっけ？あ、ほんとだ、遠いね。なんかさ、チャレスの進化が、必要な道具があるみたいなんだけど、その辺、その荒れ地みたいなとこにあるのかな。着いた着いた、荒れ地。すごいアイテム落ちてるね今回。私が目に入るだけかな。あったよ、看板。あったあった。こんなとこにやるの、誰見に来るの、大変じゃないこれ。ここがラクドの荒れ地、寂しい場所だよな。伝承ではこの辺りで鬼様がよく見られたって。看板読む前にちょっと勝負す。あ、いいよ。ちょうど海竜持ってるから多分大丈夫。ここでね、回復ありがたい。今度こそ勝つ。私の100レベルの海竜に勝てるかな。勝ちたい、だからけっぱる。いけ、ナイス。これで私は経験値をもらいます。あ、それだ、リンゴの。かわいい、欲しい。お、強いぞ。けっぱれ、雨まみれ。水雨。何？雨まみれ。何？毎ターン素早さ下がるの？一回だけ？
でも雨まみれだから毎ターンなのかな。恐ろしい技ですね。入れ替えを。抹茶です。ちょっと活躍させたいんだよね、ここで捕まえたポケモンを。頑張れ。でもね、防御弱そう。あんま見てなかったけど。あ、いいよいいよいいよ。でも攻撃上がっちゃってるもんな。もうそれ無理だよ。もう強い強いです。迅速がなくなってきちゃった。ニョロボン。あ、ニョロボンだったら、あー、キノガサで。ほんとよく戦うよね。どうしてこうなんだ、どうしてどうして。そんなに落ち込まないで、十分強いから。ニョロボン、てか進化するの早くない？次あったらすぐ進化してるじゃん。あー、間違えた、違う、こんなはずじゃ。間違えてないよ。しょうがない、力の差があまりにもありすぎる。ナイス。俺が弱いから。違う、私が強いんだ。もうちょっとね、レベル高くてもいいんだけど。あ、どこらしょう。ど鉄骨。ごつくなっちゃって。あ、図鑑がね、埋まれば、OK です。負けちまった。俺が弱いから、だから、そんなことないよ。看板、課題さ、終わらせよ。すごい、私もなんかもう困った顔してるやん。そっちが勝負しようって言ったのに。黄昏時、村の外で向こうから歩いてくる影があったなら気をつけよう。すぐさまお面をかぶって自らの顔、表を隠しなされ。さすれば影が人であれ鬼であれお面同士解釈して通り過ぎるのみ。ほう。もしお面を持たざる時あれば、影が人であることを願いなされ、その影人であれば、よし、二度とお面忘れるべきあらず。その影が鬼であれば、最後、真の表を覗き込まれたなら、その者魂を抜き取られ、二度と村へは帰れぬだろう。怖いね。当時みんなお面持ってて、それ全部作ったの、俺のじいちゃんのじいちゃんの、ずっとじいちゃんなんだって。すごい。もちろん鬼様が魂抜くとかは嘘だと思うけど、うちがお面作ったのは本当。俺んち代々お面職人の家系なんだって。じいちゃんもお面作れんだ。表祭りも俺の祖先がやろうって言い始めたんだ。俺この看板に書かれてること好きじゃない。鬼様が怖いからって必要以上に怖がって村の外へ追いやって、鬼様だってきっと寂しかったはずだ。一人だけのけものにされたから。ごめんって言ったらもうバレそうだよね。そうだね、いちこもそうだよね。写真さ撮ろっか。な、何このすれ違いみたいな。あー、楽しそうじゃない。写真が悲しいんだけど、早く言いたい。これで課題はおしまいだ。俺ポケモンっ子さ、もっと強くすっから帰るね。あ、私困っています。すごい困ってる顔してた。公民館で休もう。で、今日はですね、前からね言ってたチャデスの進化をさせたいんですけど、なんか形によって使う道具が違うみたいで、それまず確認します。
まがいものの姿って書いてあるんですけど、まがいものの姿と高いものの姿って2種類あるみたいで、で今回まがいものの姿はここのね、荒れ地の洞窟に盆作の茶碗っていうのが落ちてて、それ使うと進化させれるみたいなので、ちょっと探しに行きたいと思います。で、多分 もうね、そこなんだよね、きっと。これな気がする、洞窟。ちょっと入ってみるね。あ、あったわ。こんなすぐあったの。盆作の茶碗。ある特定のポケモンを進化させる不思議な茶碗。割れているがお茶を美味しくなる。できまーす。おや、お茶ですの様子が。より可愛くなるよ。おー。やばそちゃ。かわいい。民家の床下や棚の奥など霊安所を好む。日没後、獲物を探して徘徊する。シャカシャカ法。あ、これね。絶対覚えさせたかった。かけ混ぜたお茶の大砲は与えたダメージの半分の HP を回復して、やけど状態にすることもある。へえ。熱いから、抹茶。無事進化できました。じゃあちょっと公民館に戻ります。あ、一緒に来た人たち。いちこさん、おはよう。ゼイユさんから伝言で家で待ってるから早く来てほしいんだって。ずっと雨降ってるね。どうしたの、ゼイユちゃん。いちこ遅い。すぐが起きてこないうちに話しちゃいたいの。オーガポン様のお面を直そうとしたんだが、完全に修復するには一つ素材が足りないんだ。じいちゃんが言うにはさ、テラス水系に沈んでる結晶のかけらが必要なんだって。ごめん、今のまま返しに行ってもいいけど、きれいにして返したらオーガポンもきっと喜ぶわよね。きっとそう。そうだそうだ。本当の話聞いちゃったらさ、オーガポンにいい思いしてほしいもん。その気持ちにきっとオーガポン様も喜んでくれるはずだ。でしょ？まあ、オーガポン、なんか、可愛かったもんね。じいちゃん、おはよう。おうすぐり。すぐ、あんた今日はどっかいい。はいはい、勝手にすれば。はあ、なんですって？用があっから。あ、もう完全に拗ねてるね。あいつ昨日からなんかへそ曲げてんの。夕飯も食べずに部屋にこもっておったな。まあ、思春期だしそういうこともあるわよね。すぐが一子にべったりだと動きにくかったけど、むしろ好都合。テラス池は鬼ヶ山の頂上にあるのよ。よそ者が山に入れるの。下系って感じだけど、まあ、あんたならいいわ。認められてる。結晶のかけら求めて山登りに、レッツゴーよ。あ、今度はゼイユちゃんと一緒に行くの？テラス池に向かおう。じゃあ今日はね、ここまでにして、次はね、山の頂上、結晶を探しに行きまーす。今日もご視聴いただきありがとうございました。またね、続き出しまーす。じゃあねー。